はい、皆さんどうもこんにちは、ワッフーです。今回はヘラクレスオオカブトを来年の夏まで長生きさせるにはどうすればいいかについてやっていきます。でヘラクレス、これね、ヘラクレスなんですけど、まあ、ちょっとね、今乾燥してたっぽいんで、ちょっと霧吹きをしたところになるんですね。でこのヘラクレスは羽化日が去年の9月ということで、羽化してからですね、あと少しで、まあ、1年経つということになりますね。やっぱりヘラクレスって夏の人気者だと思いますし、この時期に飼育を始めた方って結構多いと思うんですよね。なので、まあ、そういった方向けの、まあ、ウワッフーはこういう長生きさせるにはこういうことを気にしたとか注意した点などについて挙げていきたいと思います。でもですね、かなり、はい、敷設が全部欠けちゃってるんですね。なのでちょっとね、転ばないように木を入れたりね、多めに入れたりして対処するようにしてるんですけど、結構転びやすいですね、やっぱりね。そこがちょっと大変そうだなって、見てて思います。今ですね、まあ、あの1年ほど生きているってことなんですけども、ウワッフが注意した点は4つほどありまして、それについて話していくんですけども、まず1つ目は何かって言いますと、やっぱりこれは温度ですね。ざっくりもう言っちゃいますと、だいたい22から25度以内、26度ぐらい行っちゃった時もあるんですけど、まあ、そんくらいの温度帯で、まあ、大体飼育するようにはね、していました。一時的に、まあ、30度ちょっと超えちゃったりしても、全然問題はないんですよね。ウワッフも何回か超えちゃったことはあったんですけど、全然問題なく、まあ、1年ぐらい今生きているので、はい。まあ、ちょっとね、外出時にエアコンがね、壊れてしまって、まあ、温度をオーバーしちゃったとかなっても、そこまで弱くはないので、ちょっとね、耐えてくれたりってことはありますけど、長時間こう30度とかが続くと、まあ、きついってことですね。まあ、なので飼育温度的には23度とか24、25、26ぐらい、まあ、その程度、そのくらいが一番適切かなと2年間か飼育してきて思ってます。あと温度についてもう一つなんですけども、まあ、温度のこの飼育する温度のですね、幅をあんまり作らないで、なるべく一定にしてあげるといいのかなというふうに思いますね。その分ね、負荷が減る、体への負荷が減るっていうので、まあ、寿命が伸びるんじゃないかなと思います。続いてはですね、これゼリーですね。このゼリーについては、まあ、揚げる頻度と、まあ、何を揚げていたかっていうのをね、ちょっと紹介できればいいかなと思います。で、揚げていたゼリーはもうずっとプロゼリー揚げてましたね。あんまいないと思うんですけど、プロゼリーをね、ヘラクレスに揚げる人って。ちょっとね、ゼリーを注文するのがちょっとめんどくさくて、家にあったプロゼリーをずっとあげていたっていうのが、まあ、原因なんですけど、ね、やっぱりヘラクレスって食欲がすごいんで、まあ、もうちょっとね、大型なゼリーで割安なゼリーとかいっぱいあるんで、そういったゼリーでも全然問題ないんですよね、実際去年飼育したところ。なので、ゼリーの種類は、まあ、ヘラクレスに関してそこまで重要ではないと思うんですけども、ゼリーの頻度、あげる頻度ですね、これはどのくらいを上げていたかっていうと、見てなくなったらすぐ入れるっていうのをずっと繰り返していましたね。最低でも餌がなくなってから1日以上は放置しないってことを心がけてやっていました。どうしてもね、忙しかったりすると上げる頻度っていうのは下がっちゃったりする方いると思うんですけども、長生きをさせる場合は、まあ、ある程度ね、こう頻繁に見て取り返してあげるっていうのが重要になってくるかなと思います。続いてはですね、マットについてですね。今結構乾いてるんですけど、まあ、湿度もある程度あるんですけどね、結構こう小さいケースとかで飼ってたりするとカブトムシがこうゼリーを食べて排出するんですよね、尿として。それでマットがですね、結構ビシャビシャになってしまって、でこの腹部にあるんですけど、見えないかな、鬼門っていうね、穴があるんですけど、そこにこう水分がね、ちょっと詰まりがちになってしまって、呼吸がしにくくなって弱ってしまうってことが起こるので、マット交換もね、結構頻繁にやっていたっていうのと、あとこの大きめのケース、ヘラクレスがこれサイズだいたい12センチぐらいなん、13センチかぐらいあるんですけど、20センチぐらい、もっとか、その結構ね、倍ぐらいある、そういった飼育容器を飼育することで、マットはそんなにジメジメしてない感じをキープして飼育していたっていうのがありますね。今ね、ちょっと乾いてるんで、上肢の色が黄色っぽくなってると思うんですけど、
あんまりどうなんだろうな、こういった状態は良くないのかなというふうにちょっと思ったりしますね。ある程度湿度があった方がいいと思うので、もうちょっとね加湿をするべきかなと思いますね。加湿する基準としては、こうマットとか触ってもらって手をこうやってやった時にですね、水分が全く感じられないようでしたら軽く霧吹きをするのがいいと思います。でもう一つはですね、これですね、足場を必ず入れるってことですね。これはもう昆虫を飼育している方ならね、まあ、そんなの分かってるよっていう話かもしれないですけど、これはねやっぱりあるのとないのとでは全然こう、家とかをね仕事で出てたりした時に帰ってくるとね、ひっくり返ったりして暴れ回ってるなんてこと多分見たことあると思うんですよね。でそういった時こう足をですねバタバタさせてるんですよ。それだともう必要以上にエネルギー使っちゃって、寿命がですね、縮んじゃうんですね。これ生活代謝率説っていう、説を元にした考えですけど、活動量に比例して、寿命も関係してくる。活動すればするほど寿命は短くなっていく、そういった説があるんですけども、そういった説が正しければひっくり返ったままの状態は良くないってことなので、なるべくすぐ起き上がって、こういった状態でね足をバタバタさせない状態っていうのを作ることで、寿命は、ある程度はですね減らさずに生活させることができるかなと思いますね。はい、ということでですね、ざっくりヘラクレスが1年ぐらい生きたっていうことで、もうちょっと多分この感じだと生きてくれると思うんですけどね。体重もですね、今ちょっとご飯食べてるんであれあんまいじらないですけど、そんなにスカスカになってる感じもなく、割と重みがあるので、まだまだ生きてくれるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、ぶっちゃけ今話した4つのことですね、一番重要なのは、やっぱり温度ですね。温度、これがなんか結構6割7割ぐらい占めてるかなっていうふうに思っていて、ゼリーを上げる頻度とかマットとか、そう、足場とかいろいろ重要なことは他にもあるんですけど、やっぱり温度をねこう注意して一定温度で維持させるとか、ちょっと難しいですけど、あとなるべく30度超えさせないように飼育する、そういったことを心がけるだけで全然寿命ってね変わってきますんで、もし来年の夏までヘラクレスをね長生きさせたい、そういった方がいましたら、ぜひ参考にしてみてください。で、こう長生きさせるために、一番何が重要かっていうと、この状態ですね。この状態、餌にずっとかぶりついてて、あんま動いていない状態、これ理想の状態って僕は思ってるんですけど、カブトムシとか昆虫って変温動物で、その外気温に応じてカブトムシのね体内の温度も上下するっていう、そういった動物なんですけども、外気温がですね上がるとカブトムシも活発になるんですよね、動きが。でそうなると、こう生活代謝率説っていうのを元にして考えると、活動量に応じて、寿命のね長さっていうのも変わっていく、活動すればするほど、寿命のねだんだん短くなっていってしまうっていう、そういった仮説があるので、その仮説が正しいとすると、この状態、今ちょっと動きましたけど、あんまりこう動いてないですよね、動き回ってない状態っていうのは、長生きには必須なんじゃないかなと、ワフは現時点で考えています。で、あともう一つですね、こう霧吹きをするのかどうかっていうことなんですけども、結構ですねこれはいろんな情報があって、した方がいいっていう人と、あんまりしすぎない方がいいっていう人、二通りいるなっていうふうに感じたんですけど、ウワフはですね、そんなに草さんはやってないですね。過度に乾燥してたら霧吹きはするようにしてますけど、そんなにマットが乾燥してるから湿らせなきゃっていう感じでもなかったですね。適度にやればいいっていう感じでした。種類によっては、多湿な方がいいっていう種類もいるとは思うので、ヘラクレスもそれに当てはまるんじゃないのかって言われると、それはヘラクレスにしかわからないなっていう感じですね。長生きにつながるのかどうか、このね鬼門って呼ばれている腹部にある穴で、こう水分補給してるなんていうふうにもう言われているので、カラッカラな状態ってのは良くないとは思うんですけど、そこまでね厳重に霧吹きしないといけないっていうわけでもないかなとふわふわ思ってますが、皆さんはどう思いますでしょうか。よかったらですねコメント欄に書いていただけると助かります。
はい、というわけで今回はこの辺で動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。